はい、こんばんは、山城と申します。さあ、クリスマスケーキ&おせち特集2023。さあ、今日はね、ファミリーマート編ね、やっていきたいと思います。ちょっと時間が空いてしまってるのかな。セブンイレブンの時からね、あれですけどね、すいません、ちょっとね、収録タイミングとかをいろいろと逃してまして、今日もね、今から時間を取ろうと思ったらね、ちょっとこの後、まずは1時間ぐらい出かけないといけないんで、多分またおせちはちょっと後々になるんじゃないかなっていう感じになると思います。とりあえずね、クリスマスケーキ特集、何せね、クリスマスケーキだけでね、カタログをね、もらってきましたけど、バッツリと分厚い量がありますからね、これまず徹底解説ってことなんで、まあ、どうせまた時間がかかりますんでね、今日は徹底的にやっていこうと思います。それですね、店頭に行ったらね、実はあのファミリーマートのこんな、これは、あれかな？誰だったっけ？セブンティーンは、セブンイレブンだろ？ツバイスね、の、子たちがね、わーっと乗ってますけど、こんな感じでね、ザザッと。うん、乗ってますけど、これとはまた別で、なんかクリスマスケーキ用のこんなのが、置いてありました。こんなね、ケーキが乗ってるのもあったんですけど、基本的に内容はね、一緒みたいなんで、このやつもね、こんなやつも、乗ってる品目には違いがなさそうだったので、まあ、こっちの方だけね、見ていくような形にしようと思います。で、セブンイレブンの時にね、味を占めましたね。ホームページで見た方の画像とかも綺麗だし、そっちのね、やつもね、また引用貼ってね、出していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、前置きはこれぐらいしてね、早速ね、見ていかないと終わらないですからね、延々と話しますからね、またよろしくお願いいたします。さあ、画面変えましたけどね、こんな感じでね、ファニューマートも当然、やはり、特集ページ、作ってきてますよということで、結構、割引特典とかも、またあるみたいですね。大きくはこの2つかな。やっぱファミチキ、これらとかの、割引のやつとケーキで、定期の早期予約特典なんかもあるみたいですね。12月の1日までなんで、まあ結構、じっくりと時間がありますんでね、その、これがね、アップロード10月とかって言われるとね、ちょっとギリギリじゃないかってなりますけど、まあちょうどいいくらいなのかなと思いますと。で、TWICE と、ファミリーマートで、コラボキャンペーンもやってるみたいです。ラブリーティータイムケーキっていうなんか、限定のケーキで、オリジナルボックス。まあ、いう感じらしいですね。セブンイレブンがね、セブンティーンズ。韓国系ですよね。韓国系の、K-POP 系の、男性のね、アイドルグループ、使ってたんですけど、ツワリスは、確か日本人の子もいたけど、韓国初ですよね。ですから一応 K-POP のジャンルに入ってくるのかな、っていう形だと思いますんで、ここで入ってきてる、女子アイドルのね、ところを使ってきてるよっていうのが、実はセブンイレブンとちょうど、魔対象のね、戦略になってるなっていうのは、ちょっと面白いところかなというところでございますね。で、早速ね、見ていきましょう。うん。こんな感じで、お得感盛りだくさんということで。あ、ちなみにね、カタログもここからダウンロードができますよ、と。こんな感じで、カタログも、これが実際のカタログなんですけどね。こんな感じで、400円お得になったりとか、無料引換券もらえたりとか、結構いろんな特典がありますんで、気になる方はね、これじっくりと、また見てもらったらいいんじゃないかなと思います。なるほどなということですね。最大400円お得になったり150円。ファミチキの方もね、やっぱしということで。やっぱファミチキある分、チキンをね、もっと全部出してくるかなと。やばいね。こんな感じで、かなりケーキは重視してるなというのがね、わかりますね。なるほどなというところでございますね。じゃあ実際にね、中身を見ていきたいと思うんですけど、よいしょ。うん、
じゃあ、見ていきましょう。今回もね、こっちの、データの方ベースで見ていこうと思います。こっちの方がやっぱ見やすいなというのがね、分かってきましたからね。で、表に来てるのが、トゥワイスコラボケーキとキャラクターケーキが、ピックアップで上がってきてますね。これがね、カタログでも前に来てるんで、ドンとね、一番前に来てるんで、これちょっとやっと見ていきましょう。ラブリーティータイムケーキっていうことで、紅茶のスポンジとミックスベリームースをベースに、トップにホワイトチョコムースを乗せた様々な味が楽しめる欲張りなケーキですっていう、形になってるんですけど、これがね、表にドンと来て数量限定ですよというので、かなり、プロモーション強めに、ね、なってるんですけどね。これなかなかユニークだなぁと思ったのは、まあ、いわゆる正統派ショートケーキじゃないじゃないですか。で、いや、正統派じゃないやつって、男子と女子どっちが受けるのって言われると、実は女子受けするんですよね。女子の方がどっちかというと、その、絶対みんなが選ぶものというよりは個性的な、ものを、こういうの好きっていうものを選択させる。男子の方のが比較的には、まあ、あんま男女論で言うのは最近ジェンダー論でどうのこうだって言われるかもしれませんけど、一応ね、統計的なあれが出てるんですよね。で、男子の方のやはりその定番的なものを選びやすいよ、っていうね、傾向があるよ。まあ、あとはまあ、年齢上の人の方のがね、やはりそういった定番品のものを、選ぶ傾向にあるよ、みたいなのがね、あったりするわけなんですけど、まあ実際うちらの上のね、年の、なんかとね、うちら世代でももうやっぱありますもんね、みんなね、やっぱし、なんて言ったらいいのかな、やっぱ定番のっていうのがね、それを繰り返す、定番のものをずっとやるっていうのが、やっぱいいんだよねっていう人もね、そんな、いちいちね、今年はこうとかで、ね、考えるのがあれだっていうね、人もいたりするわけでございまして、そんな中でいくとね、フラグシップを、こういった、ちょっと、通常のね、ショートケーキと違って、このミックスベリーブーストを使ってるとかね、そんなあたりとか、かなり特徴的なケーキを持ってきてるっていうのが、まあこれが、あれですよね。まあでもそっか、セブンイレブンもセブンティーンさんのやつを鎌倉のね、やつにして、スノードームのね、やつにしてあったし、そのあたりはやはり、一つ、あれなのかな、まあ、いわゆるコラボキャンペーンのやつっていうので、力を入れてるっていう形になってくるのかなというところでございますね。で、特典がいろいろとあるみたいですよと。サイズは12センチってことは4号サイズ？4号ぐらいかな ?12 センチっていうと。これないかな。そうですね。12センチって言うとちょうど4号相当ですよね。っていうことなんで、4号相当で、こんな感じの、サイズになってますよということで。オリジナルボックス、が、使われていたり、ガーラントって形でやってますってことで、完全に、コラボ商品として設定してるという形ですね。セブンティーンさんのやつは、そのコラボ対象外になってる、普通のスノードームのやつと同じね、ケーキ自体は一緒なんですけど、箱とかそういった特典が、ついてきますよっていう2パターンを用意しましょうという形だったんですけど、こっちの方はもうコラボケーキはイコールもう完全にコラボよっていう形にしてあるっていうのも一つ、ちょっと、セブンイレブンさんとは、違う特徴になってくるのかなってところですね。で、こちらのケーキが、税別4167円、税込み4500円ということなので、かなり税込みベースで、合わせてきてる感じですね。なるほどな、という感じでございますと。ということでね、これがコラボケーキでした。で、続けてもそのまま続けて見てみましょうか。キャクダケーキはね、一緒にずらっと並んでます。ティーカワのやつですね。まずは、ティーカワなんですね。クリスマスパーティーケーキということで、これ、そっか、ティーカワのやつはあれかな？と、隅っこグラスってなってますけど、なんとも美味しいダブルチーズケーキとかっていう感じで、ずらーっと来てますけど、キャラデコの、こっから先はね、プリキュアと、これでしょ、仮面ライダーガッチャーと、この二つはね、他のところでも見ましたけど、このあたりの、モフサンドとか、このあたりのやつは、ファミリーマート独占なのかな？チーコバも、他のとこであったっ
けな。うん。ちょっとね、パッと思いつかないので、もしかしたらこの辺りは、独自の、キャラクター協力開発。セブンイレブンさんが、持ってましたよね。どこだったっけ？ディズニーのやつ持ってたりだとか、そういうようなやつの長い年なのかなって感じですね。で、T 側のやつもあるらしいです。クリスマスパーティーケーキってことで4800円ですね。これも特典があるのかな？シリコンスプーンとピックシートとか、こんな感じのシリコンスプーンですね。がついてくるよ。スプーンなんですね。なるほどね。うん。多分この手のやつで、フォークを作ろうと思う。耐久性のところとかで多分問題があるってことでしょうかね。スプーンにしてあるみたいですね。で、さらに箱もチーカーになっているということで、これはもうね、箱の段階からね、楽しめるので、もうチーカー好きにはたまらん感じですよね。ケーキは、至ってスタンダードのね、感じですね。フルーツの、やりとか中に入っていたホイップクリーム、スポンジって形なんで、まだシンプルな感じになってますね、ということです。これも13センチってことなんで、13センチって言うと、5号サイズまではないか、14.5センチとか、1.5センチサイズとかで変わってきますもんね、5が。で、いう感じなんで、13センチっていう作りになってる。ちょっと独特なサイズですね。なるほど。で、隅っこ暮らしも来ます。このあたりは全部13センチで設定なんですね。で、隅っこ暮らしも、これは手乗りぬいぐるみということで、まあ手のひらサイズのね、やつがついてきますよ、ということですね。そうですね。やっぱファミリーマートと、あれですね。完全連携ですね。ここのところにファミマのマークも入ってますし。ですので、これいうのが買えるのは、ここら辺は、隅っこ暮らし、多分、ちいかわたりは、もう、ファミリーマートだけっていう、多分、特徴になってんじゃないかな。で、飾って楽しいクリスマスケーキということで、いろいろと、こんな感じで、ピックシートもついてくるし、っていう形ですね。ケーキとしては、いちごムースな感じかな。いちご風味のクリームに、ホイップクリーム、プレサーブにが入ってて、スポンジなんで、ジュレみたいなやつですね。が入ってますよって形なんで。うん、いちご感は強く目になってるのかなって感じですね。で、あとはニャンとも美味しいダブルチーズケーキってことで、これは何？猫猫チーズケーキ。いいですね。ニャンニャン。ニャンコのこんなのついてくるんだ。ランチバッグ付きですね。これ、なんか使い勝手良さそうですね。で、箱も猫猫のデザインということで、にゃんこになってるんですね。なるほどね。ケーキとしては、これまた、レアチーズケーキなんですね。あと、ベーグルチーズケーキ。だから、ダブルチーズケーキですね。そう、にゃんと申し、ダブルチーズケーキって名前になってますもんね。になってますよ、という形ですね。なるほど、にゃんこだし、チーズ。うん。ねえ、いいですね。で、3300円と。これは直径10センチっていう風になってるんで、ただ、2、3人向けになってるのは多分、サイズはちっちゃいですけど、あれですね、うん。密度高いんでね、結構食べ応えは合いそうですもんね。で、みんなでクリスマスケーキってことで、これまたニャンコですね。なるほど。これ、またニャンコでも別ですね、なんかな、ブランド的には。モフサンドっていう風になってますね。こんな感じで、こっちはフォーク、猫耳フォークがついてくるらしいです。にゃーんって可愛いんだ。ねえ、いいですね。ファミリーマートオリジナルになってますもんね。で、こんな感じで、ピックシートもついて、箱もね、デザインがオリジナルデザインになってますよ、っていうことですね。これはまあ、いわゆるスノードームみたいな感じですね。しっかりとホイップクリーム入ってます。ホイップクリームがね、ガッツリ入ってる。クリーム好きはいいですよ、こういうの。で、スポンジにイチゴジャムも入ってるという形なんで。どっちかちょっと個人的には、こういったクリームたっぷりのやつが好きなんで、いいですね。これが4800円となってますね。なるほどなぁ。これも13センチってですね。うん。で、まあ、このあたりは、他のところにも紹介しましたね。ですが、こういったおもちゃのね、あれとかが、見やすくていいですね、こっちの方のが。キャラレコクリスマスで、広がるスカイプリキュアですね。プリキュアのやつがあって、これが、税込みは14536円でキャラレコクロとなってますよ、ということですね。特に音声はね、ませんと、音声表記ケーキのスナイクですとかね、こういうのあたりもね、あれですね。こんな感じになってますよっていう形ですね。で、同じくカメラで買っちゃう。これは何なんだろう。あ、カードが付いてくんだね。なるほどね。キャラクターと写真が撮れる特典の時の、あれか、AR 使ってるやつなのかな。なるほどね。っていう感じで。ケーキはまあ、じゃあシンプルね。ほいほい、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 
ね、ザ・シンプルなショートケーキってなってますよと、いう感じでございますよということで、キャラクターケーキこんな感じでしたけど、あとはクリスマスケーキね、ずらっと見ていきましょうじゃないですか。クリスマスケーキは、メインに来てるのはこれですね、ミルフィーユサンティということで、そうですね、これが表に来てるんですよね。ショートケーキじゃなくて、こっちの方のが比較的、推しになってるのかな。ミルフィーユシャンティっていう形で、香ばしく焼き上げたサクサクのパイ生地とカスタードクリーム&バニラクリームの2種類をサンド、ホイップクリームでデコレーションしてありますよって形で。これの、これは14センチってことは、5号サイズぐらいかな、ってことですよね。があります。何号って書き方じゃなくて、何センチって書き方で統一してるのも面白いですね。で、3638、86で税込み3980円という形なんで、ちょっとね、この、ナッツとかついてて、ちょっと独特徴的でね、あれになってる、ところが面白いですね。で、面白い。これは選べるとかじゃなくて、あれなのかな、こっちはこっちってなってるのかな。ミフユサンティの方は、女優ノエル、メリークリスマスのフランス語でね、書いてありますよ。で、実はなぜかというと、ショコラの方になると、メリークリスマスと併合になるっていうね、面白い。それぞれ、別のやつにしてあるっていうのも面白いですね。で、こっちの方は、ショコラミルフィーユの方だと、香ばしいパイとチョコカスタード、チョコクリームサンドし、チョコホイップでデコレーションっていう形なので、チョコですね、ザ・チョコって感じになっていますよ、ということですね。こっちの方も3980円というふうになっています。このタイトルが、早割の対象にもなってくるやつらしいんで、になってますよ、ってことですね。で、その下になってくると、ルージュブランジュ監修の、ガトーフランジュってことで、このウェブだとは、ザ・オリジナルですね。で、こっちの方は共同開発みたいな感じでやってるのかな。で、このあたりは、スタンダードのやつですね。これ4個ならちょっとちっちゃめのサイズになっておって、朝です。木のホイップクリーム、口どきのスポンジケーキを合わせましたと、2980円、の、ケーキですね。なるほど。に、ルージュブランジュ監修、これは5号ですね。4号が2980円で、5号だと4500円という感じでね。ザ・定番のショートケーキがここで、登場という感じですね。これも、チョコの、このデコレーションが変わってくるのが面白いですね。なるほどね。5号があって、で、さらにショコラケーキもありますと。ケンズカフェ、東京監修で、ファミリーマートオリジナルの高級ベーグルチュールチョコレート、エクアドルスペシャルを贅沢に使用したチョコレートケーキとかで、エクアドルスペシャルっていうのはきっとチョコのなんかあるんでしょうね、ブランドで。エクアドルですもんね、多分チョコ取れそうなところですもんね。ということでございますね。カカオ取れそうなところのやつの美味しそうな、ザっていう感じ。これもオリジナルなんですね。で、でもやっぱオリジナルがしっかりしてあるやつはこの、あれですね、早割りがしやすいのか。あ、これはあれか、最初に、最後がちっちゃいやつはちょっと早割り対象にしにくいっていうのがあったりするのかな。で、これが、ショコラケーキ、が、3400円となってますよと。で、さらに、これは上林、神林さんかな、神林昭和本店かな、宇治抹茶なんで、多分神林の呼びだと思います。を使用した、抹茶ムースとほろ苦い、抹茶チョコレートソースを合わせたケーキ。抹茶好きがこれですよねっていう定番な感じになってますね。3400円で、これも12センチ、ちょっとちっちゃめのケーキになってますねということでございますね。そう、ケーキを、じゃなくて、他の料理もいろいろ食べたいってなった時に、やっぱしね、これ2、3人向けってなってるんでね、うん。その、大食いね、山田さん的にね、この4号サイズで一人で食べちゃうよ的なね、人間とはね、違ってですね、この前もちょうど、ほぼほぼ4号サイズくらいのサイズのね、ティラミスを一人食いしてる動画とかがどっかで上がってると思いますけど、後になるかな。これより、これより後になるから。まあ、もぐもぐで上がってると思いますけど。で、そういう人間と違ってね、普通の人間の人でね、5号、6号サイズとかね、2、3人で食べるとね、それだけお腹いっぱいになっちゃいますからね。っていう感じですね。ですから、まあ、いろんな料理と合わせるならね、意外と待ってて、また、いろんな料理との組み合わせもいい、相性いいですからね。このあたりもいいですね。で、ブッシュのノエルもありますよと。クリスマス定番ケーキの一つである、切り株をモチーフにしたブッシュとノエル。
チョコホイップでデコレーションしたロールケーキになっているチョコレートソースをトッピングしてありますってことで、これは3800円というふうになってますよってことですね。まあちょっとサイズが、独特なんで、ね、円形のやつと比べにくいですけど、4から6人向けってことで、結構大きめのやつになってるってことですね。で、さらに、キャラメルとナッツのチーズケーキが入ってきます。こんなオリジナル感があるやつがあるんですね。キャラメルチーズケーキの上に、キャラメルムースを重ね、キャラメルホイップとキャラメル、パナーシュでデコレーションしたキャラメル尽くしですが、ほんとにキャラメルキャラメルですね。で、ここはカラメルソースね。で、コーティングした、ナッツ、クランブルとアーモンドをトッピングしましたということで、ちょっとした早口言葉になりますね。キャラメルチーズにキャラメルムース、キャラメルホイップ、キャラメルパナーシュでキャラメル尽くしでカラメルソース。うん。なるほどな。っていうふうになってます。2800円か。リーズナブルになってますね。で、12センチサイズになってますよと。これら小さいケーキのラインナップをずらーっと揃えてきてるというのも面白いですね。で、ダブルチーズケーキありますよと。さらにこれがダブルチーズケーキですね。チーズスフレと、チーズ クリームに北海道産チーズを使用、ふわふわのスポンジクラムで、ふわりとデコレーションってことで、これまた2830円ザチーズケーキ。定番感があるやつですね。ありますよと。で、さらにマロンケーキもありますよと。角切りしたイタリア産栗のマロングラッセとマロンクリームサンド、マロンマロンですね。表面にもマロンクリーム絞って、アーモンドクランチトッピングしてあるというか、周りにこのアーってなってるのがアーモンドクランチですね。で、これも13センチってことで、3980円というふうになってますと。で、さらには、ちょっと、定番なやつですね。この点で、このチョコクリームケーキが入ってきます。1800円、1980円で、ちょっと小さめのやつですね。チョコクリームケーキ4号が1980円というふうになってますね。これも4号サイズですね。あ、4号で22センチですね、やっぱり。うん。っていう感じですね。じゃあ、定番な感じのやつが、こっちの方に入ってきてる感じですね。で、さらに、いちごのショートケーキ。ね、やっぱこのあたりのド定番、シンプルなやつもね、やっぱちゃんとラインナップになりますよということですね。6号サイズってことでちょっと大きめか。ホイップクリームと、いちごサブ、プリサーブ、さらにホワイトチョコの、ガナッシュクリームサンドして、いちごのショートケーキっていうことで、6号サイズで4700円。やはりこの大きいサイズ、ね、6から8に向けてなってますけど、大きいサイズのニーズがそこまでやはりちょっと、減ってきてるっていうのが、このあたりの、にも見えてきますね。で、さらに5号サイズのやつがありますよと。クリスマスホワイト5号って形で、ミルクカーナーのホイップクリーム使用、ピーツとパインをサンドってことで、こっちは、それショートケーキ、いちごプレサーブでやっとるのと、こっちは、ピーチパインなんですね。断面のところが、こっちの方はピーチパインになってるって感じですね。こっちは3240円、5号サイズと。で、4号サイズもありますよ。1980円で、ミルク感のあるホイップクリーム塩、ピーチとパインサンドっていう、ザ定番シンプルイズベストはこれな感じで、1980円でありますよってことですね。で、さらにアソートもありますよと、ショートケーキの詰め合わせですね。いちごショートケーキや、チョコレートケーキなど、この辺に合わせて、いろいろな味が楽しめますってことで、これもね、いろいろと分かれるよっていうような場合には、こういったのがね、切ってあるしね、意外と便利っていうね。いちごショートケーキ2つに、チョコレートケーキ2個、マロケーキ1個に、抹茶のムースケーキ1個、ストロベリーとラズベリーのケーキ1個に、スフレチーズケーキ1個の合計8個が入ってますよって形ですね。なるほど。うん。で、ロスコ本付きっていう風になってますね。3834円という風になってますということでございますね。18センチだから、あ、そうか、一個一個がちょっと大きくなりますよね。単品単品になると。で、ピコちゃん選べるプチケーキってことで、これ不二家のやつですね。が入ってます。見て楽しい、食べて美味しい不二家のプチケーキ。あ、そうですね。かわいい。12種類のプチケーキ入ってますっていう形で、あ、そうともやっぱし定番に入ってきますね。3680円。これは一緒だな。セブンイレブンと一緒のラインナップになってるかな。モンブランタルト、チョコケーキ、ストロベリーショートに、ミルキータルトに、レアチーズカップに、マカロンタルト、マカロン、タルト、さらに、レアチーズパッカップに、甘おいちごタルトに、抹茶ケーキ、こっちか、に、ストロベリーショート、ブルーベリータルト、ここの順番にどうにかしてあるんですね。そんなのしっかりしてね。3880円と。いろいろとね、ちっちゃいのはね、
量が食べれないけど、ね、いろんな味を楽しみたいという人にはおすすめなあれになってますよね。なるほど。で、さらに、これは、数量限定で、卵、乳、小麦使わないケーキも、入ってますよと。3,800円。特定材料、不使用ケーキ、米粉を作った、米粉で作ったふんわりとしたスポンジに滑らかな豆乳クリームとフリーツでいろいろよく仕上げということでございますね。4から6人向けで3800円となってます。で、さらにアイスケーキもこのまま載ってますね。食べる牧場のアイスケーキということで、ああ、これも、このマークのやつ見たことありますね。ファミマで売ってますよね。食べる牧場って言って、カップに入ったね、アイスクリームで売ってますよね。あれの、チョコアイスケーキが入ってます。北海道産牛乳、生クリーム使用したミルクアイス、チョコチップ入り、チョコレートアイスの2層仕立てのアイスケーキ。食べる牧場シリーズのキャラクターの牛、絵柄のこれがね、憎めないですよね。チョコプレートとチョコフィップ等で可愛らしくデコレーション。これはもうファミリーマートオリジナルのラントートパック付きらしいですね。こんなのが付いてくるらしいです。可愛いな、いいな、これ。可愛いな、3980円らしいです。やっぱ15センチなら結構食べ応えもあると思いますんでね、いいと思います。さらに、いちご尽くしの、クリスマスアイスケーキとこれ、クリスマスキークランチと、いちご果肉入りバニラアイスと、ベリーソースホイップクリーム、いちごライス、いちごフリーズドライ、タピオ、ピスタチオか、ダイスで、ね、色鮮やかにデコレーションということで、色合いが綺麗ですね。なるほど、こういうのもあるですね。3,780円でありますよと。さらには、いろいろどんぐりパーティーバッグもありますね。これ僕で見たら、見た目にも可愛く楽しいどんぐり形状の一口アイスを選んで楽しい4種の味わいはたっぷり64粒入ってますよということで、これちらの方が2,484円。さらに、おはよう牛乳は、ここはジャージー牛乳のアイスクリームギフト。これ食べたことねえよ。こういうのがあるらしいです。基礎にジャージー牛から、絞ったジャージー乳を、生乳中、100% 使用した。商品中に生乳 40% 使用。濃厚アイスクリーム、かなり濃厚な感じです、これ。ミルクコーヒーのやつがあるらしくて、これ単純に食べたい。これは各5個10個入りで3564円ということでございますね。なるほど。こんな感じで、これも、取り出しのね、こんなイメージ図もありますね。いいですね。おはよう牛乳、美味しいですからね。いいですね。なるほどなぁ、という感じでございますね。で、クリスマスの、やたらかね、まあ、彼はやりません。で、さらにチキンとかもね、やっぱし入ってきますよ、という形になってきますね。で、ファミマプレミアムチキンもあります。骨付きもあるし、やっぱこの辺りが、本格的なやつがね、こうやって出すようになってきてるのがやっぱ強いですね。ファミチキンやっぱ強いですもんね。プレミアムチキンが、325円。でさ、以降の、12月26日以降、ここはちょっと値引きしてんだ。15円値引きでやってんだ。なるほどな。で、さらにローストチキンレッグも売りますよと。すごいですね。骨付き、ローストチキンレッグ425円と。はぁ、で、さらにファミチキですね。ファミチキ安くなるのいいね。いいね。普通に食べたいね。いいね。205円。ですね。ファミチキ。な。もうザですわね。で、さらに、クリスピーチキン、こんなのあったっけ？普段からあるのかな？胸肉使ってるんですよ。ヘルシーでいいですね。163円。あるんだ。一般でも売ってるんだったら、ちょっと今度買ってみようかな。はい。って感じですね。さらに、3種チキンのパーティーセットも入ってます。あ、パーティー。ドーンと入って、2730円。それぞれ3本ずつ、プレミアムチキンに、骨付き、プレミアムチキンの骨付きのローストレッグにファミチキンってことで、食べ応え十分、2730円というふうになってますよ、という感じですね。さらに、プレチキン&チキンレッグセットってことで、これも、こちらで、コンビの方ですね。33で、売ってます。これは2160円という形ですね。で、さらに、プレチキン、ファミチキンセットってことで、その組み合わせがいろいろあります。これだと1500円。これ多分コスパいい気がすんな。へえ、なるほどね。ありますよ。さらにファミチキ6個。もうファミチキを、好きなだけ食べようぜっていうパターンもいいですね。ファミチキ美味しいですからね。1140円。そっか。6個セットで1240円いいですね。で、さらに、ファミチキクリスピーチキンセット。これだとちょっとヘルシーになって1014円ってことでね。いいですね。お買い得になる感じになりますよ。という形で、いろいろと、ファミチキンも、やっぱし、充実してる。ファミチキのところですからね。やっぱ強いですね。ということでございますね。で、さらにパーティーメニュー。ただ、思ったよりはアイテム数は3ヨットに絞ってるっていうのが、面白いです。それの組み合わせですもんね。うん。まあ、結局それを大量に多分、あげることになるんで、多分、現場のオペレーションのことも考えてたと思います。
10種類、20種類とかをね、すごい大量にやろうとするとね、オペレーションマジで大変なんで、ピーク時にはね、オペレーションの数絞るっていうので、その、調理のね、人たちが、まあもちろんプロではあるんですけど、ね、そのコンビニの店員さんって言っても普段からあげてますから、まあ、地位をね、販売して売ってるわけですから、もちろんプロではあるんですけど、いわゆる、料理人コック、ね、コックさんのね、その、シェフのね、感じの、ようなところとか、まあでもシェフとかのところでも、やっぱ、クリスマスはそういった感じでアイテム数で、提供品目を絞ることによって、オペレーションをね、潤滑に進めるとか、そういうのがあったりしますんで、そういうような感じなんだと思います。で、さらにパーティーメニューありますって、ということでございますね。ローストレッグ、ある、1160、いいね、1280円。ここが、さらに、阿波踊りの、これは彩りっていう、鳥なのかな。資料に徳島県産すだち粉末や鳴門わかめ粉末をブロンドして育てた徳島県産な銘柄なんですね。彩りを、醤油ベースとタレに突き込み焼き込みってことで。阿波踊りも徳島ですよね。そう、阿波踊りローストレッグ。徳島県産の地鶏ですね。阿波踊りを香ばしく焼き上げたローストレッグ。徳島にこだわるんですね。ファミリーマート徳島なんです。推しなんですね。味付けの徳島県産の鳴門食塩。もう鳴門食塩にすだちも使ってて、もう徳島で来てるじゃないですか。すごいな。素材本来の大きさを引き立てましたよ。ということですね。これで1780円。いやー、いい感じですね。で、さらにパーティーサンドあります。ドンといろんなサンドが挟まって。こういうのをね、置いとくとね、助かりますよね。自分で、その料理とかやるよという人でもね、このあたりとかはね、ネットでポンとね、そういうことで、これの一手間はね、はけるだけでもね、作り手の方はね、かなり楽になりますからね、パーティーさんになります。1380円。色とりどりのサンドイッチ、タコブタイの良いパリジャンサンドの盛り合わせ。で、見た目もタコタマンバイ満足ってことで、ザーッと入ってますよ、と。ここで、こんな感じで、いろいろと入ってますよ、と。さらに、トルティーヤもありますよ、ということで、エビサーモクリームチーズやローソビーフなどの前で2種類のトルティーヤスティック野菜の盛り合わせで、鮮やかさがね増しますからね、チキンとかどうしても茶色系がね、増えるところとケーキもね、基本的に赤白だったりチョコレートケーキなんですね、チョコの一色だったりとかっていう形のところでこういった彩りが入るとまた綺麗になっていいですねということで、ね、1680円というふうになってます。さらに、ね、パーティーセレクションということでパーティーグッズドーンと揃ってる洋食中華もドカンと入ったエビフライ唐揚げズワイカニクラタに甘酢肉団子とかも入ってる。ああ、もう何でもありな感じのパーティーセレクションだってあります。2380円。さらにサラダオードブルも揃ってますよ。これ、ね、すごいですね。普通に、ね、野菜がパッと入るんじゃなくて、ワンのお供とかにもしそうなんです。サラダしたての冷製オードブルがね、ザッと入ってます。ローストビーフやサーモンなど、いろいろ、これマリネになってるのかな、サーモンは。そうですね、サーモンと玉ねぎのマリネとかが入ってたりするっていう形になるんで、かなりお酒にも合わせれそうですし、いいですね、というのがあります。さらに、クリスマスエビマヨ、エビマヨいいですね。ちなみに今ネタは1980円。さらに、クリスマスエビマヨ、エビフリタニマヨネーズ、コンデンスミルク、柑橘つるしくんなど、合わせたソースをかけて、まあ、これサラダと合わせて、これで2、3人系のトンと、持ってある感じなのが980円ドーンと入りますよ。さらにシーフードサラダとかそれだけ充実してますね。エビサーモンホタテを、トッピングしたサラダもあります。柑橘ドレッシングもついてて1480円と、さらにローストビーフのサラダまであります。あら炭火焼きのローストビーフミニストバラとパプリカ彩りの匂い野菜をトッピングしたサラダ玉ねぎドレッシングがそれぞれにドレッシングがちゃんと合うやつ合わせてあるっていうのも面白いですね。1480円。で、さらに、このあたりもね、いろいろとってます。マルゲリータ、ね、ピッツァやっぱいりますよね。で、モッツァレラチーズトッピング、セミドライトマトバジルソース、そしてマルゲリータですね。ザッっていう感じですね。さらに、お肉こぼれ肉もですね。肉肉しいですね。いいですね。こぼれ肉の肉、満足感たっぷりの。だから、いいですね。トマトソースに、ホエー豚のベーコンですね。で、さらにボロニアソーセージ、アラビキウニアのイタリアソーセージ、オリーブ入っちゃって、1000円かしら。わー、すごい。で、さらに、こんな感じでね、ハーフアンドハーフ見られてもらうんですね。甘辛いソースマヨネーズとか、まね、手火焼きチキン味と、ウィナーの下はポテトマン。いろんなね、味をね、楽しみたいよって時は、こういうのいいですね。1080円と。さらに、フォルマッチ、入ってますね。6種のフォルマッチピッツァってことは、カマンベールチーズ、チェアチーズ、ラクレットチーズ、6種類のチーズをたっぷりしよう。
チーズ&チーズですね。チーズ好きがたまらない、仕上がりのやつが1380円となってますよ。さらに手まり好きもありますよと。おすすめ、やっぱりワンも食べたいですね。どの寿司にわさびが入っているか、原田好きが入ったら手まり寿司。12個中2個はわさびがたっぷりっていう、ドキッ、そういう仕様なんだ。ロシアルーレット仕様なんだ。わさび注意となってますってことなんで。わさび抜きのやつも、売ってるのか、売ってないのかね、よくわかんないけど、多分売ってないのかな。なるほど。こういうような感じのバラエティで入れてありますよ。で、さらにクリスマス寿司セット。丸ごろイカサーモン。こっちのは、まあ、定番のやつもありますよ。あちら付きのやつが1280円で、こっちのは2680円で、ずらーっと、マグロ、に、ハラス、トロハラス、サーモンですね。に、エビ、に、サーモン、マスイクラ、これね、マスイクラ、焼きハラス、サーモン率高いですね、かなり。ヤリイカ握り、ヤリイカ、ね、これイカですね。で、アナゴ、卵、に、ガリショウガもついてくるよ。ね、まあ、それはね、ついてきます。なるほどね、2680円のセットもありますよ、という感じになってます。ってことは、パーティーメニューもいろいろとバラエティ揃えてあります。やっぱ総合力で使えるといけるようになってるな、っていう中で、さらにワインですね、さあ、これね、結構セブンイレブンさんもね、ローソンさんも、今年、改めて見るとワインすげえなってなってましたけど。じゃあ、こっちはどうかな？うおー！ブリニャック、アルマンドブリニャック、ブリュットゴールド。あれは、マジで？あらー、すごいですね。世界中のセレブリティに愛される圧倒的な存在感がある、成功者のシンボルとして愛されちゃう。おー、入れる、ファミマで。ファミマでって言い方したら、なんかファミリーマートしてるかもしれない。いや、でも、マジでアルマンドブルニャック入れますか？すごいですね。値段は、そうですよね。税抜き61,700円、税込み67,870円になるよね。すげえなぁ。はい、いるらしいです。で、これの後だったらリーザブルに見えてくるけど、十分これも高級ワインに入ってくるはずなんだけど、ローランペリエのブルード、ミレジュ、フレッシュエレガンサ、これはでも、これもね、シャンパーニュですからね、ザ。に、お前のセンサーを、特徴としては、ローランペリエのスタイルを保ちつつ、その収穫年、年度のブドウの特徴を表現できる、ヴィンテージでのみ、リリースされる、シャンパンですよ、ということで、これ2012年の、だから10年、11年ものか、になってます。これは14,500円。まあ、これも十分高級ブルーに入ってきますよ。他のところって多分一番上で1万円超えてくるやつあった、よね、あったか、ですね。で、さらに、モエシャンドン。もう、こんな感じで、グランヴィンテージなんだ。普通のところの、もうちょっとまた別のものを置いてきてるんですよ。特に品質の高いブローが育った年に、その年のワインだけを作って作られるヴィンテージシャンパンってことで、2015年ものですね。14,080円と。さらにブーブクリコの、ローズラベルもありますよと。マダムクリコの直送によって1818年生まれたブランド法によるローゼシャンパン、ローゼですね。なるほどね。これが12,850円。で、さらに安心。これは、国産ワインですね。スパークリングワイン。安心院長さん、シャルドネ州。安心院長さんって言われてますけど、どこ？ウサ？ウサ市なのかな？へぇー。ウサなんだ。ウサといえばね、四日市郵便局があるっていうのでね、有名なところ。うちもちょっと一回行ってみたいな。宇佐市はね、いろいろとなんかね、面白そうなところがあるんで、行ってみたいなと、思ってるところですけど、宇佐唐揚げね、そうそうそう。なんか、良太の唐揚げとかって言ってね、やってるところがあってね、なんかそこが山田良太さんらしいんですね。そう、宇佐四日市。で、来来県なんだへへ。四日市の来来県って言われたら、クトン的の発祥のところが四日市の来来県なんですよね。すごい、四日市トン的のところと、たまたまこんな、あれがあるんですね。だから。気になるなぁ。いいですね。へぇー。ってのがあったりするらしいですけど、よいしょ。安心インブドウ。あ、これなんか読み方違うかな？安心じゃないのかな、これ。あ、書いてあるね。
アジム。アジムブドウ酒酵母ってなってますね。アジム、これでアジムって読むのかな。あ、そうそう、シャルドネってか、シャルドネスパークリップとかに使えるやつは、あれですね、品種が違うんですよね。へぇー、あー、そう、アジム、アジム調かな、これね。ということみたいですね。なるほどなぁ。うん、アジム調さんですね。あ、シャルドネし。まさかの、意外と、四日市なんか入れるね、気になってたところだったら、アジムっていうところがあるんでしょうね。なるほどなぁ。これは 3850.9、一気にリーズナブルになりますよね。お、面白いな、このあたりもね。それそれから。さらに、金箔リー、ドイツワインで金箔リーなんてあるんだね。フェリスタススパークリングワイン。それはドイツワイン意外となかったね。うん。ドイツワインは、要は甘みよりも、どっちかというと、渋みとかが強くなるよっていうので、言われがちなところなんで、日本人が、この、ワインの味は、どっちかというと、南国、地中海産のね、感じのやつのが多いって言われてるので、意外とドイツのラインナップで少ないんですよ。ドイツワインもいいですよね。うん。飲むと、ああ、いい、美味しいなと思いますね。で、ラテン語で幸福を意味する、フェリスタス。へえ、そうなんだ。マスカットのような爽やかな、果実味が特徴の金箔にスパークリングワインということで、これを3300円ということですね。まあ、いいですね。で、さらにメルちゃんね、日本、今のこれが3300円。で、さらにメルちゃん、日本の泡っていうのがあるんですね。メルちゃんもこういう、ちょっと本格感がねえとあるんですね。先生はの、印象の甲州に、リッチな味わいのある品種をブレンドしたスパークリングワインということで2530円と。で、さらに、大樽のナイアガラスパークリングワイン、が、生食用ブドウのナイアガラの甘みと酸味とかを使ったんですね。からフルーティーな口当たりが特徴のスパークリングワイン。これ1958円と。あれはお得なやつになってますね。かなりあれですね。上下差がすごいですね。この、ファミリーマートさんは。で、さらに、シャンパーニュとスコーノル、赤白、3本セット取れ、チリは、シャンパーニュ、1番のやつがシャンパーニュですね。で、2番、3番はスパークリングワインになってくるのかな、チリのやつが入ってきますよっていう形ですね。クリームで国内上質なシャンパンとワンランク上の、コノスルの赤ワインか、と白ワインの、赤、白、スパークリングで、チリさんのやつとかと合わせて、これ3本で7040円ってことですね。飲む人いいですね、これ。なるほどね。750×3 なんで、飲み応えありますよ。さすがにこれだったら。はい。で、ノンアルコール、スパークリングワイン、ジュク・ドゥ・モンターニュ・ラーテってことで、これもうベルギーワイン。はぁ、ベルギーワイン飲んだことねえや。本物のワインの醸造後、独自の脱アルコール製法で仕上げた、ノンアルコールでですね、本格的な味わいのノンアルコールスパークリングワインだしです。ベルギーのワインって飲んだことないね。スパフランコロシアとかのね、ベルギーですね、1620円というふうになってるらしいですよ。なるほどね。っていう感じで、かなり、上下で、メリハリのついたラインナップでしたね。他のコンビニさんよりもだいぶメリハリがついてるというのがかなり特徴でしたね。さらに見て、ペットケーキフードがありますよ、ということですね。この中でペットグルメ、いちごのロール、結構いろんなありますよ、ペットグルメも。コミフベリーとチーズとクリスマスケーキ。コミフ猫と楽しむクリスマスケーキ、猫向け。これは、ピザーラのクリスマスセット。ピザーラまで手出しちゃって。あの、あら、そうなんですね。コメルピザーダのコラボ商品、ピザチキンフィンガーの、飼い主さんは一人と愛犬一匹向け。飼い主様向けはこれっちなのかな？うん。面白いね。っていうのが出てるらしいです。いろんなのがありますね。ということでね。まあ、このね、ページからも当然そのまま、店頭申し込むとか、もできるみたいですし、いろんな予約もできますよってなってますし、まあ、カタログで、店頭でね、お近くのファミリーマートでもできますよということなんで、かなり、お酒とかが本当にすごいな。お酒の取り揃え方がかなり特徴的ですよね。うん。かなり、リーズナブルなタイプのやつと、本当にガチのハイエンドだね。アルマンドブルニャック持ってきちゃったもんね。あっそうってことでね。すごいですね。かなりその幅を持って、いわゆる二極化
構造をしっかりとしたんですよね。上6万で下がちゃんと1700円とか、1900円のね、ワインとかも、まで、ずらっと揃えてますもん。何十本分で、1900円とかで11万9000円だろ。20本、30本分くらい。すごいな。だいぶ、いろんな幅を持たせてきて、かなりこの幅の差は大きいんじゃないかなというところが、見えて取れるのも面白いし、キックピットフードとかこういったところの力が、他のところでもかなり、他のところは、どっちかというとチューズが入っているようなセットとか、そういうような感じのところで、に対して、結構ガチッとしたペットケーキとか作ってきてるっていうのが、特徴だったかなと。いうふうに見て取れるんじゃないかなと思います。いやワインのところは結構、コンビニで差が出ましたね。特にこの、セブンイレブン、ローソンは、そこまでなんか差があるかなって言われたら、まあ、萌えシャンドンとかをポンと持ってきて、いや、1万円台とかでね、ちょっと、いい感じの、萌えシャンドンがいくらだったっけ？よいしょ。そうですね。セブンイレブンさんが、上9900円から、の、一番高いの9900円っていう設定が、1万円超えてくるのなかったか、セブンイレブンさんは。で、シャンパンとかを揃えてますよ。モエシャンノンとかも揃えてますよ。この中で6900円のね、やつとかを、わーっと揃えてますよって、いう感じ。で、ローソンさんが1万円超え、2万円超えのやつもありましたね。ヨシキさんプロデュースの、エクスジャパンヨシキの、ヨシキさんプロデュースのワインを入れてるんで、これの、ハイエードモデルが2万2000円とかがありましたけど、かなりそんな中で行くと、かなりファミリーマートさん、ドンと思い切った価格設定入れてきましたね。まあでも、なかなか、これ手出せる人はね、これはちょっとね、なかなか、難しい、かもしれませんけど、まあ、確かに、どんどん目を引きますからね、なるほどなっていう感じですね。かつ、結構リーズナブル、かつ、このあたりとかで結構リーズナブルな国産ワインとかを意外とスラッと揃えてるっていうのも、一つ、あんまり他のところではなかったですよね。こんだけ国産ワインいろいろ揃えてるところがなかった感じがあるんで、結構その辺りとかもかなり、特徴として、お酒の特徴がだいぶ差が出たなという感じが見えますね。なるほどな。他にも味方のところとかもね、どっちかというとケーキ、が結構メインにあったし、ケーキもどっちか定番品よりも、それ以外のね、ところでフラッグシップな感じを作ろうという、新定番を作ろうという感じが、見えてくるんで、なかなか、それぞれの特徴が出てきたんじゃないかなという、のが見えてくるんじゃないかなというところでございますね。まあ、とりあえず、このあたりかな。うん。という感じで、意外と特徴が見えて面白かったですね。ちょっとこの後もね、ちょっといろいろと。まあ、今回、あとおせりか、あるか。あとミニストップさんがあるんでね、あれですけど、ミニストップさんはまだちょっと出てないんですよね。ちょっとどういう感じになるのか、ちょっと、期待しながらね。とりあえず特徴としてはかなり、出てたんじゃないですかね、サービスとかが。結構、その、コラボキャンペーンのケーキの売り方にしても、ブランディングにしても、他のケーキのラインナップもね、かなり、小さめのサイズとかを、で、揃えてるところが多かったな、とか、アイテムのところね。かつ、ワインとかが、は、かなり高級志向な、ね、ハイエンドモデル、本当のハイエンドのやつとかを、持ってきてるっていうところから見ると、比較的、少人数のね、みんなで、ウェイウェイというよりは、比較的少人数で、ちょっと大人なリッチな感じを楽しめるような、感じの、ところとかね、そういったような、訴求がされているのかなというのが見て取れるというのが面白かったんじゃないかなと思います。ということでね、とりあえずね、クリスマスケーキはこれぐらいにして、ちょっと私もこの後もうすぐ出かけないといけませんので、これぐらい締めさせていただいて、またおせち編もね、取れ次第、取ろうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。